フランシスト・トラビスは、アメリカ合衆国有生まれのスイスの指揮者。アメリカ、ミシガン州でトロイと生まれ、チューリッヒ大学で、ジュゼッペベルディについての論文で、音楽学博士号を取得。ヘルマン・シェルヘンに指揮を指示し、後に彼のアシスタントとなる。その後、2年間バーゼル歌劇場並びに、ドイツのトリーア歌劇場の指揮者となり、オランダ。 アムステルダムのオランダ国立歌劇場に定期的に客演した。オペラ指揮者としての活動を中心に置いており、ロンドンのコベントガーデン、ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場、ブエノスアイレスのテアトロコロンなどに客演している。また、国際現代音楽協会主催の音楽祭において、100曲を超える新作初演を行っている。25年にわたって、 フライブルク音楽大学のオーケストラ指揮科教授を務めており、弟子の中にはダグラス・ボストック、ロベルト・ H.P. プラッツラがいる。ミュンヘンにて没。1990年から1995年にかけて東京に居住し、東京芸術大学音楽学部の指揮科の教員となった。この間、日本の多くのオーケストラ、合唱団に指揮者として客演した。 東京を離れた後も2001年から2006年までの草津国際音楽アカデミーフェスティバル出演契約を結ぶなど毎年のように来日していた。彼の録音の中心となっているのはヨアヒムラフの作品である。また、エクトル・ベルリオーズやモーリス・ラベルも含まれる。オーボエ奏者ハインツ・ホリガーと共演した録音も多い。朝鮮民主主義人民。 共和国国立公共楽団に客演経験があり、その際に演奏した陰意層の室内アンサンブル曲、落葉は日本のレーベルカメラアタ東京から近平化式、朝鮮国立公共楽団演奏の陰意層の公共曲第1番と共に発売された。バイアグラフくるハイライツ。2017年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月12日閲覧。 httpsleepdisc.com 2017英語デスオブエアスボーンマエストロ -95 ありがとうございます。